え、フェイムか。地上の巫女、ここで覚悟。目をつむっている。心眼。フレームが輝いている。23,000、この力は。く、直撃を受けるなんて。頼姫様、大丈夫ですか？なんだ頼姫の攻撃をかわしたのか？いえ、まるで攻撃をすり抜けたように。こなくそ、だったらこれで。当たらない。早い。レームさん、やってくれました。この感覚、さっきまでとは明らかに様子が違う。神下ろしの気配が感じない、あの子自身の力だというの。こいつ、バスターランチャー食らえ。嘘。すえー。なるほどね、あの力の質が分かってきたわ。今のあの巫女は他者の干渉を受けない一方的な存在。しかしその力は暴力と紙一重。レームさん、まさかこのまま一人で敵を引きつける気で。どうしよう、私たちも手伝った方がいいのかな。いえ、ここは任せた方がいいでしょうね。出て行ったとしても今のレームに私たちの言葉は届かないでしょう。お嬢様、どうしてそんなこと。見てわからない？周りなんか見ずに攻撃してるじゃない。確かに今のレームさん、ちょっと怖いかもしれない。レームってば、あんな力持ってたのね。ダメだ、こんなのは良くないぜ。マリサ？あ、レーム、この戦いは中止だ。一旦引くぞ。おい、レーム？マリサ、邪魔しないで。もう少しで決着がつくのよ。決着って、お前は自分が何をしているのか分かってないのか？そんな戦い方でお前らしくないだろう。レームさんの動きが止まった。マリサ、私は、必死なのは分かるが、あんまり無茶をせずやってくれよな。こいつの足の目だったら私だって、付き合ってやるからさ。その巫女を止めたのね。大した勇敢さと友情だわ。けれども何もする隙は与えない。魂、頼姫さんの気が膨らむ。本気で仕掛けてくるつもりです。この霊力、一気に決める気か。とどめよ、地上の人間たち。やめてください。あなた、レイセンさん来てくれたんですか。船に隠れて出てこないかと思ってたのに。っていうか、手に持ってるのは矢心様の手紙。レイセン、まさかと思ったけど、本当にあなたなのね。月から逃げたあなたがどうして今さら地上の人間たちと。それはその、やっぱり声が出ない。私は頼姫様みたいに強くないから。だけど地上に帰りたい気持ちに迷いはないのよ。なんなの、あの玉兎。玉兎だ。じゃないんでしたっけ、玉兎でしたっけ。あの玉兎、地上の奴らの仲間なら片付けて。この兎もまさか脱走兵なの。来るなら通すわけにいかないよ。スカート押さえてんのかわいいね。絶対に地上に帰る。邪魔しないで。ありったけの波動を。レーセン、かっこいい。すえー、うなじく、レッドアイ。おお、銃残した。さすがに殺しはしないと。レーセン、ウサギたちの弾幕を抜けて。頼姫様、戦うつもりはないんです。戦ったけどな。少しだけ話す時間をください。お師匠様、矢心様、お師匠様、矢心様からの手紙を持ってきました。確かにその封は矢心様の。お師匠様はずっと追手を避けるため地上で隠れ住んでいました。
ですが、綿月様が使者のリーダーになられたと聞いて手紙を送ることを考えられたんです。どうして矢心様のことをそこまで、まさか地上で出会って。話せば長いんです、それよりも手紙を。いいでしょう、確認させてもらうわ。頼姫様、確かに書いてあるわ。この玉座を受け入れること、そしてあなたたちの処遇のこと。矢心様は私にあなたたちを見逃せとおっしゃるのね。はい、誤解も解けたはずなので、もし可能なら。それで収まりがつくなら私たちからもお願いしていいかしら。事態を大きくしてしまったけれど、もう戦う力は残ってないわ。痛み分けってところか。確かにこんなのはもうコリゴリだぜ。人間たちの言ってくることは本当なんです。隙を荒らすつもりは決してなくて。分かってるわ、今さら疑うつもりはない。今回のことは矢心様の言葉に免じて見逃しましょう。頼姫様。けれど空飛ぶ船と紅白の巫女、これほどの力が地上に存在することは留意させてもらうわ。何かがあったときは私たちも動く。よく肝に銘じておきなさい。忠告のつもりね、覚えておくわ。それじゃあ私たちは早速おいとましまして。うさぎさん、急になっちゃったけど改めてバイバイ。うん、みんなのおかげで私の方もなんとかなりそうよ。いろいろありがとう。帰り道は気をつけてね。ああ、達者でやれよ。頼姫様、引き止めたつもりはないけれど、何か言うことがあるのかしら。あると言いますか、その月から逃げたこと、それに頼姫様のところを出て行ったこと。矢心様は地上を選んだのでしょう。ならあなたの選択を責めはしないわ。それとも月に戻って今までの罪を清算したいの？いえ、決してそういうつもりは。なら月のウサギであり私たちのペットだった霊仙はもういない。さあ行きなさい。はい、頼姫様。ごめんなさい。頼姫様、本当に人間たちを逃がしてしまいましたね。一体どういう話なんですか？矢心って言えば指名手配犯の。この件に関してはお姉様と私で全て処理するわ。あなたたちはウサギを連れてって、それとお姉様をお屋敷まで呼んでちょうだい。わかりました。それじゃあ行くわよ。後でいいから縄は解いてね。矢心様、やはりご健在でいらっしゃったのですね。けれどこの手紙は。矢心様、ステージクリア。レイブさんとマリサさんが甲板に降りたのを確認しました。ありがとう、これで全員戻ってきたわね。追っ手が来ている様子もないし、本当に逃がしてくれたみたい。ふう、じゃあようやく一息つけるのね。月の軍隊が追っかけてきたときは本当にダメかと思いましたよ。危ないところで手紙が見つかってよかったわ。本当にね、肝心のお手紙をなくすなんておっちょこちょいすぎよ。ですが霊仙さんはあの状況でよく出てきてくれました。出撃前に話したときは協力してくれる感じではなかったので、別に地上に帰るためにはああするしかなかっただけよ。ツンデレだな。本当なら頼姫様と顔合わせるなんて絶対嫌だったけど、それを言ったら頼姫さんだって驚いてたと思います。逃げたペットがいきなり出てくるんだもんね。けれど結果としてはすっきりしたところもあるんじゃないかしら。頼姫様も頼姫もあなたを捕まえたりせず無事に返してくれたんだもの。はい、きっと霊仙さんの気持ちも分かってくれたのだと。それは分からないけれど、とりあえず地上で暮らすことは認めてくれたみたい。私と違って頼姫様は最後まで何事にも動じない方だったわ。迷いとは無縁の心の強さを持ってるんでしょうね。ともあれこれで地上へ戻るだけだわ。帰り道は戦いの疲れを癒すとしましょう。そうね、特にレイムちゃんはやりすぎなくらい頑張ってたし。そうでした。お茶くらい用意しとかないと。そうそう、功労者ですもんね。下手なことして怒らせないように。ん？どうした？妙に気を使ってるようだが。妖精や、小妖怪たちの気持ちが私には理解できるよ。さっきのレイムの技は強力すぎた。面食らって気が引けてしまったんだろう。そんな気が引けるだなんて。はぁ、今回ばっかりは疲れたわね。あとは帰るだけだし、のんびり過ごすとしようぜ。あ、レイムさん。お疲れ様でした。なんだお前ら、全員揃ってお出迎えか？うむ、二人が帰ってくるのもみんなも待って。あ、そうだ、食堂でおやつを食べる時間でした。そうだったわね、早く行かないとなくなっちゃう。
おやつならそこの棚にあるでしょ。そんな気もしますけど、今無性に食堂に行きたい気分で。待って、じゃあ私もおやつ食べに行く。あたいも一緒に行こうかな。おい、こら、お前ら。たく、なんだあいつら、霊夢の顔見るなにそくそくさと。気を悪くしたらごめんなさい、霊夢。あの子たちにも悪気はないのよ。たださっきの技のことで少し驚いたままみたいで。仕方ないわよ。あの時は私も抑えが効いてなかったもの。無我夢中で周りを見ていなかったし。恋ではなかったようですが、さっきは一体何が起こっていたのでしょうか。私の目には全ての攻撃をすり抜けて戦っているように見えたのですが、あまりにも一方的で近寄りがたく思ってしまったのが正直なところでしたよ。近寄りがたくか、それであいつらも出て行ったわけだな。力の弱い者こそ、相手との差には敏感なものよ。絶対にかなわない相手だと距離を置きたがるのは当然の反応ね。確かにエミリアの言う通りだわ。私だってそういうつもりで戦ったわけじゃないけれど、あの、霊夢さん、きっとお疲れだと思うので少し休んでは。そうね、少し一人で考えさせて。これあるよね、強くなりすぎたゆえの大の大冒険で、大がね、少年に怖がられちゃうみたいなね。言っちゃったわね。はい、いついなく落ち込んでるようでした。難しいものですね、強すぎることが距離を生んでしまうなんて。この一件が霊夢さんの仕事に影響しなければいいのですが。そうだな、弾幕戦を通して対等な関係を築くことで人用の調和を保つのが巫女の使命だ。その巫女が今回のように弾幕戦のルールを逸脱すれば、今の関係性は崩れてしまうだろう。これまで表に出なかっただけで、あれが霊夢の本来の力ということでしょうね。ゆかりはこういう事態を恐れて霊夢の装備を新しくしたのかもしれないわ。溢れる力が行き過ぎないよう、巫女としての道に限定しようとした。結局それも霊夢を抑えきることはできなかったようだ。どうにかしてこれまでの関係に戻すことはできないでしょうか。このままの雰囲気で地上に帰ることなんて。なあ、少し考えたことがあるんだがいいか、マリタさん。霊夢の技は確かに反則級だが、だからって諦める必要はないぜ。私たちには妖精でもオケラでも平等に楽しめる幻想郷のやり方があるんだからな。オケラ？談話室。地上に戻るためやれることをやってきたつもりだったんだけどね。自分でやったことだからああいう風に思われても仕方ないけれど。よう、霊夢、ここにいたのか。マリサ、一人にしてって言ったはずだけど。そうとんがるなよ。ブリッジからお茶とお菓子をくすねてきてやったんだ。あのまま放っておくのもなんとなく気が引けたしな。気が引けるって別に放っておいてくれて構わないわよ。まあそう言うなよ、とりあえずお茶を置くぞ。霊夢、さっきの技はすごかったぜ。透明人間になってまるで無敵だったな。何かと無関心なところはあるが、まさか無関心なところはあるが、まさか弾幕まですり抜けられるとはな。やっぱり旗から見ればそういう風に感じられるのね。ああ、だけどあの技はあのままじゃダメだろう。無敵になられたら誰もお前に勝てなくなるからな。分かってるつもりよ。私だってもう使う気はないわ。チルノたちにとっては今更なのかもしれないけれど。そうだな、それだとやっぱり今までみたいに弾幕戦はできないままだな。それじゃあどこかで霊夢を一人にさせてしまうんだぜ。だったら一体どうすればいいのよ。私がいい方を考えた。あの技に名前をつけてスペルカードに変えてやる。そうすればみんな今まで通り気軽に勝負できるだろう。あの技に名前って？無双転生。お前を表す無双に天が生んだと書く。霊夢の生まれ持った力がなきゃできない究極奥義ってわけだ。究極奥義ってなんであんたが勝手に考えてるのよ。かっこいいだろ。今度からはこの名前であの技を使えばいい。そうすりゃ対等だ。霊夢を仲間外れにすることはないぜ。ん？もしかして気に入らなかったか？いえ、あんたって本当に遠慮がないやつだって思っただけ。無双転生、気に入ったわ。それを聞けりゃ満足だ。私はもうお暇するよ。じゃあまたな。まったく、
遊びのことになると鼻が利くんだから。でも今まで通り付き合えるか。ありがとうマリサ。月の都、親愛なる頼姫と豊姫、突然こんな手紙を送ってきっと驚いていることでしょう。あなたたちと連絡を取っているのは私が月を裏切ってから初めてになるわね。追ってから逃げるため、あれから千年の間は何も伝えられなかったことを許してちょうだい。本当なら忘れられることを望んでいたけれど、地上に逃げてきたウサギから二人が死者のリーダーになったと聞いたわ。大犯罪者を死に持って肩身の狭い思いをしたはずなのに、きっと大変な努力をしたのでしょう。今回こうして手紙を書いたのは、あなたたちへの祝福の言葉とこの先への決意を伝えるため。私とかぐやは月へ戻ることはない。ここ地上で暮らしていくと決めたわ。今後は一切月へ干渉せず、二人にも迷惑をかけないと約束しましょう。それをもし受け入れてくれるのなら、そちらからの追手も遠ざけてはもらえないかしら。勝手を重ねるけれど、この手紙を届けた薬の局とは心を入れ替えて月に戻りたがっている。地上に来たのは気の迷いと思って、便宜を図ってくれるようお願いするわ。共に現れた地上の者たちも、手紙を届ける助けをしてくれた音も、無事に地上まで返してあげてちょうだい。遠く離れてしまったけれど、再び二人のことを知れたのは幸いだった。月を離れた私に代わって活躍してくれると信じているわ。汚れた地上より祈りを込めて、矢心エーリ。どうやら正真正銘矢心様からの手紙みたいね。はい、地上の民から名前を聞いたときは妄言と言って切り捨ててしまったのですが、当然のことよ、口で言うだけならただの出任せと変わらないもの。侵入者たちへの対応ご苦労様だったわね。いいえ、お姉様こそ後方からの支援ありがとうございます。けれど矢心様がご健在と聞けたのは何よりだわ。地上の民たちと一緒にあの霊仙がいたっていうのは意外だけど、そうですね、月を逃げ出した後地上に住み着いていたようです。矢心様のことを人呼び、共に暮らしているようでした。霊仙がそんなことを。はい、臆病なところは変わりありませんでしたが、地上に戻るという強い意志がありました。はあ、皮肉なものね。月から逃げた者が矢心様と一緒にいられて、残った者は離れ離れなんて。お姉様、そのようなこと、そうは思わないの？私たちだって矢心様との再会を願ってここまでやってきたのよ。この先どうしたらいいかわからなくなっても仕方ないじゃない。綿月様、失礼します。何かしら会議の時間ではないはずだけれど、特別連絡なんです。先ほどの侵入者の件について上から伝令がありました。これはやはり月侵略の前兆に違いない、地上への威嚇を行うべきだと。威嚇を？そうです、出撃した玉の中にはかの重罪人矢心の名前を聞いた者もいるみたいですしね。死者を派遣して地上のことを詳しく調べるということですよ。そんなもの、聞き知った言葉を並べただけで。いえ、お姉様、ここは私から言わせてください。要請は断ります。地上を探索するつもりはありません。地上の民が矢心様の名前を出したのは妄言だったと私が確認しています。そしてあの者たちは迷い込んだだけで害はなかった。今後もこの意思を変えるつもりはないと伝えなさい。わかりました。そこまで強くおっしゃるのなら。地上には手を出さない、その気持ちはやはり貫くつもりなのね。私たちがどれだけかばっても矢心様はもう帰ってこないのかもしれないのに。いいのです、矢心様をお守りしたい気持ちに変わりはないのですから。たとえ再びこの土を踏むことはないとしても、同じ土を踏むことはないとしても、頼姫、あなたは強い子ね。それなら私たちは強くありましょう。きっと矢心様も誇りに思ってくださるに違いないわ。お姉様、私少し疲れたわね。今日はもう休みましょうか。明日になったら月に戻ったウサギを呼んで地上の話が聞きたいわ。ハッピーエンドなんだけど、何か物悲しいエンドでしたね。
その頃地上。地霊殿だ。う少し寝過ごしてしまったわね。最近寝つきが悪いからかしら。今日は確かこれからお客さんが。ん、お姉ちゃんおはよう。小石、いつの間に帰っていたの？あ、すいません、ちょっと待ってください。わかんないけど、お姉ちゃんのパジャマを借りてるね。うなされていたけど嫌なことでもあった？いえ、そんなことは何も。誰？サトリ様、そろそろお客さんが来るので準備をしないと。あ、おりん、おはよう。うにゃ、小石様もご一緒でしたか。わざわざありがとう、おりん。ついさっき起きたところよ。すぐ行くからお茶の準備をしておいてちょうだい。わかりました。お湯は苦手なんですが。それじゃ小石、私は起きて着替えないと。すぐ朝食を作るから小石も一緒に。お姉ちゃん、お客さんって地底の人たち？え、そうね、少し話したいことがあるみたいで。誰かと話なんかしても疲れるだけだよ。心の中ではみんな私たちのことを嫌ってたもん。大丈夫よ、今日のお客さんはそういう人たちじゃないから。もし小石も興味があるなら。え、誰？いなくなったのね。それじゃあ、サトリ様はそろそろ来るはずなんで。ヤマメ、悪いね。お茶はごちそうになるよ。やれやれ、少し朝早くに来すぎたかね。まあまあ、こんな地の底じゃ朝も夜も大して変わらないだろう。キュートの連中なんて寝ても覚めても飲んでるじゃないか。お前もな。あんたたちだけだよ。これだから鬼ってやつは。お待たせしました。本日はようこそ地霊殿へ。よ、遅かったね。お邪魔してるよ。遊戯さんですね。あなたも来ているとは。私の柄でもないんだが、いわゆる付き合いってやつでね。要件はってあんたには言わなくても伝わるんだったな。ええ、心が読めるんですよね。小石のことについて話しに来たようですね。話が早くて助かるよ。あの子のことは地底でも噂になってるんだ。早速だけど、あんたの妹は最近どうしてるんだい？様子がおかしくなった理由をそろそろ聞かせてほしいんだよ。おかしくなったですか。ああ、あんたたちはこの地霊殿で仲良く暮らしていただろう。なのに妹の方はいつもフラフラしてて、いたと思ったらいなくなってる。話しかけても会話にならない。風の噂じゃ悟りの力を失ってるって話もあるじゃないか。なるほど、いつの間にかそのような噂が広がっていたのですね。確かに小石は独身の力を要である第三の独身の力の要である第三の瞳を閉じています。あんたのその目をかい？じゃあ最近あの子の行動は目を閉じたせいってことになるのか。瞳をか。だけどなんだってあんなことになるんだ。どこで何をしてるのか不審がってる妖怪も多いんだよ。どこで何をですか。それは私にも小石自身にも分かりません。はあ？分からないって？小石は第三の瞳を閉じることで無意識を操る能力を手に入れました。その力のために小石の行動は誰にも認識させることがなくなったんです。なるほどね、それが神出鬼没の仕組みだったってわけかい。しかしその能力によって自分の行動すら認識しなくなっているのです。で、待ちなよ、淡々と言ってるけどそれって大変なことなんじゃないのか。行動を認識できないって、つまり体の言うことが聞かないってことだろ。そうだね、それじゃ一体どこに行くかわからない。もしかしたら地上にだって出てるかも。あのさ、悪いことは言わないからもう少し見張ってやった方がいいんじゃないのか。何かあったら地霊殿のやつら全員に。大丈夫です、これは私たち二人の問題ですから。小石のことは私が誰よりもよく知っています。わかったよ、そこまで言うなら口出しはしないさ。だけど私たちも気にしてるってことは伝えておいたからね。地底全体にも関わることなんだ、何かあったら言ってくれよ。地底。ふう、今日のところはこれくらいの火力でいいかな。他にやれることは、なんかあったっけ。お疲れさん、奥。おりん、そっちもお疲れ。
で、くたびれてるけど何かあったの？まあね、地霊殿に鬼の偉い人と地底の妖怪が来てたのさ。四天王の、これ、なんて言うんですかね、星熊、遊戯と土蜘蛛の、ヤバメさん。ヤバメさん。ヤバメだよ。あの人たちも小石様のことを心配してるみたいだ。小石様のことを？うん、あの無意識の力のことを地底の連中は知らないみたいなのでね、知らないみたいでね。何がどうなってるのか直接聞きに来たってわけさ。そっか、よくわかってるものなんて、よくわかってるなんて悟り様くらいだもんね。正直、悟り様も最近は何を考えているかよくわからないのよ。小石様の方はこれまで通りでも、昔みたいに心を読み合えてるわけじゃない。内心では心を閉ざされたことで一番傷ついてるはずだけど、私たちが何か聞いても大丈夫ってしか言ってくれないもんね。でも悟り様、小石様のことがあってから昔みたいには笑わなくなった。あんた人の名前とかは忘れるくせに所々はよく覚えてるわね。そりゃ悟り様と小石様のことだもんね。オリン、私にも何か特別な力があれば二人の役に立てるのかな。はぁ、特別な力って？だってオリンは音量を操って悟り様のお手伝いをしてるでしょ。でも私にはそういうのないし、何もできないみたいで悔しいよ。バカだね。あたいたちの仕事は悟り様がふさわしいって決めてくれたんじゃないか。それに無理しなくてもあんたが頑張ってるのはあたいがよく知ってるからさ。うん、それじゃああたいも仕事に戻るよ。また後でね。オリンはああ言ってくれるけど、やっぱり私はこのままじゃ嫌だよ。少し前まではみんなで楽しく暮らしていたのに、どうして？地底のカラス、フクロウ、カラスだな、カラスよ。なんだろう、今どこからか声が聞こえたような。え、これってさ、あれ、え、悟空と言ったが、心に、あなたの心に直接語りかけている。守谷神社だよ、やっぱり。姿は見せられないんだけど、そこは勘弁してね。何、もしかして誰かいるの？我々は神だ。お前に聞きたいことがあって来た。神って、天の神様？それって話とかに出てくる？まあ、だいたいそんな感じかな。気軽に話してくれていいんだけどね。それで悟空に聞きたいんだ。君は強い力を持つ人間をどう思う？強い力？そうだ、例えば地平を照らす太陽の力。難しいことは分かんないけど、羨ましいと思うよ。いろいろできる力があれば私ももっと役に立てるはずだもん。役に立つか。全体に包囲する心は持っているようだな。特別な能力こそないが、霊力のキャパシティも大したものだ。まっさらな心に空っぽの体、むしろ器としては最適だよ。ちょっと変なこと聞いて、一体何なのよ。そうだな、問答をやめて最も大事なことを聞かせてもらうとしよう。置くよ、お前は力を欲するか。力を？そうだ、お前ならば万物の支えとなる究極のエネルギーをその身に宿せるだろう。そしてこの世界を照らす地底の太陽となるのだ。また守谷か。はい、というところで今回はここまでにしましょう。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。